Hello everyone, I'm Susanna. Welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日は前回ご紹介したタンクトップの編み方の往復編みをご紹介したいと思います。タンクトップは筒編みだったんですけれども、今回は往復編みでご紹介します。ブランケットやショールなどにご利用いただけますので、ぜひ両方編めるように覚えていただければと思います。では早速始めたいと思います。はい、では早速編んでいきましょう。こちらのパターンは、作り目は6の倍数、プラス1つ、プラス1が往復編みのパターンとなります。はい、それでは編んでいきます。まず結び目を作りましょう。結び目を作ったら6ずつ目を取っていきます。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。というふうに6ずつ編んでいきます。はい。必要な長さが編めましたら、最後は追加で鎖を1目入れましょう。こちらでは補強のためにまず下に細編みを入れていきました。今回も少し補強のために細編みを先に入れたいと思います。はい、それでは細編みを入れていきましょう。立ち上がりに鎖を1目します。立ち上がった鎖1目はスキップして、2番目の目から細編みを入れていきます。各目に細編みを入れていきましょう。細編みを最後の鎖まで入れます。はい、続いて1段目です。1段目がなぜ左からなっているかというと、次の段で説明するんですけど、この凹凸模様は引き上げ編みになっているので、表引き上げと裏引き上げだったら、表引き上げの方が編みやすいので、表引き上げが表に来るようにします。で、表引き上げっていうのが、続いてここちょっと見えてますけど、2段目に当たりますので、1段目が裏側となります。で、鎖を編んだら通常1段目は表になるんですけど、細編みを編んでまず表を編んで、続いてこの模様の1段目は裏側を編んでいく形となります。で、ちょっとこの時に8目で取ってまして、8目で取るとちょっとこの部分で余りが生じたので、ここを6目に減らしてるんですけど、ということでちょっと図面が間違ってるんですけども、最初にこの図面でいくと、細編みを編んだ後、2目スキップして3番目に長編み3回、鎖3回、長編み3回を編みます。で、鎖を2目スキップして細編みを入れていきます。はい、ということでこちらを一緒に編んでいきましょう。はい、それでは一緒に編んでいきましょう。まず立ち上がりに鎖を1目します。裏返したら、1番最初の目に細編みを編みましょう。はい、細編みを編みましたら、2目スキップします。1、2、3番目に長編みを3回まず編みましょう。1回、
2回3回長編みが3回入ったら鎖を3目入れます。1、2、3、鎖が3回入ったら同じ目に戻って長編みをもう3回編みます。編めたら2目スキップしましょう。1目、2目。そしてまた細編みから繰り返していきますよ。細編みを編んだら、1目、2目スキップして3番目の目ですね。3番目の目に、長編みを3回編みます。1回、2回、3回、鎖を3回、同じ目に戻って、長編みを3回。これを繰り返していきましょう。2目スキップして3番目ですね。はい、最後まで編んでいきます。1段目が編めましたら続いて2段目となります。今ここまで編んでますよね。続いての2段目は少しちょっと最初と最後が分かりにくいので、まず置いておいて真ん中を見てください。はい、細編みのところから始まってちょっと見てくださいね。細編みから鎖3目、そして表引き上げの長編み4目一度を入れて鎖3目、そして細編みをこのそれぞれの鎖3目の場所に入れます。この場合、今山を作ってきたわけです。この山を埋めていかなきゃならないんですけど、埋めるには頂上から頂上までの谷間を埋めていきますよね。なので、ここは埋まりますよね。ここは埋まりますよね。最初と最後だけ山型になっているので半分だけです。なので、最初と最後は半分を編みます。ここでは長編み、表引き上げの長編み2目一度になってますけど、この時に立ち上がりと終わりが必要なので、少し編み方を気をつけていきます。では編み方を一緒に見ていきましょう。はい、それでは2段目を編んでいきます。まず立ち上がりは鎖を2目しましょう。鎖を2目した後、裏返して、表引き上げの長編みをこの3つの長編みの最初と最後の目で2目一度の減らし目で編みます。まず一番最初3つ並んでいる表引き上げの一番手前の目にこのポストですね、軸に刺します。糸を引っ掛けて戻していきましょう。かぎ針2を引っ掛けたら最初の2本だけ通します。
通常は糸を引っ掛けて2本通すんですけど、それはせずに糸を引っ掛けた後は真ん中の長編みはスキップして3番目の長編みに刺します。目ではなくてこの柱に刺しますよ。糸を引っ掛けて戻してきます。糸を引っ掛けて最初の2本を通します。今3本かかってますね。この3本を一度に引き抜きましょう。引き抜いたら鎖を3目しましょう。鎖を3目したら隣の鎖3目のスペースに細編みを入れます。細編みを入れたら鎖を3目します。はい、これが始まりですね。それでは続き、この山の頂点から山の頂点までを編んでいきますよ。表引き上げの長編み4目一度ですね。まず3つある一番手前の長編みに表引き上げを途中まで、一番最後の細編みの横にある3番目の長編みに表引き上げの長編みを途中まで。続いて隣の山に移って3本ある長編みの一番下の長編みに表引き上げの長編みを1回、今4本かかってますよ。そして真ん中をスキップして、常に真ん中はスキップします。一番最後の長編みに表引き上げの長編みを入れる。はい、これで 1,2,3,4,5 本かかってますので、この5本を一度に引き抜きましょう。クロスしましたね。そしたら鎖3細編みで鎖3。私は細編みから始めるよりも鎖3細編み鎖3から始める方が、鎖3で最後の鎖3で終わる方がいいんですよ。なぜかというと、よくこの4目一度の手前の鎖3を忘れてしまうんですね。なのでこうしています。はい、もう一度やりますよ。鎖3まで入っているので、表引き上げの4目一度ですね。1回、2回、3回、4回、5本一度に引き抜いたら鎖3、鎖3のスペースに細編み、鎖3と編んでいきます。もう一度いきましょう。はい、ここに3本長編みがありますから、1本、2本、3本ある1本目と真ん中はスキップして3本目ですね。取ったら続いてまた隣の1本、2本、3本とある1本目と真ん中をスキップしてその次の3本目。はい、5本かかってますので一度に引き抜いて鎖3、鎖3のスペースに細編み、鎖3と編んであげます。これを繰り返していきましょう。はい、それでは2段目を終わります。ここに3つの長編みが残ってますので、通常は2目一度して終わるんですけど、最後ここに細編みも残ってますので、この細編みの目を取らないといけないので、まず長編みの表引き上げの2目一度を途中まで編んだら、
通常は糸を引っ掛けて引き抜くんですが、糸を引っ掛けた後、最後の細編みの目に針を刺して、2本引き抜いて、最後、今、1、2、3、4本かかってますね。4本同時に引き抜いて終わりましょう。はい、これが2段目です。このようにジグザグ、ジグザグと凹凸が出てますね。続いて3段目ですね。3段目も1段目とほとんど同じなんですけど、目の位置が変わります。この間の目はほぼ使いません。使うのはこの細編みの目か、この4目一度の目かしか使わないんですね。なので、慣れてくると、ここかここかなので、この鎖のところを使わないのですごく楽だと思います。3段目は、この4目一度とか2目一度をしたところに、このように山を作っていきます。編み方はほぼ1段目と同じです。はい、それでは3段目を編んでいきましょう。立ち上がりは鎖4目。最初の鎖3は長編み1と数え、その次の鎖1は鎖1のスペースと数えます。そしたら、裏返します。裏返しましたら、ここに最後の目があるんですけど、最後の目の一つ隣、こちらに小さな目がありますので、この目の中に長編みを3回編みます。1回、2回、3回。長編みが3回入りましたら、隣の鎖3はスキップして、その隣の細編みの目に細編みを編みましょう。こちらが始まりとなります。続いて、先ほど編んだ目がここにあるんですけど、この大きな目ではなくて一つ手前の目。一つ手前の本来は鎖の目ですね。こちらの目に長編みを3回編みます。長編みが3回入ったら鎖を3目入れましょう。鎖が3回入ったら同じようにもう一度同じ目に刺して、長編みを3回編みます。長編みが3回入ったら、隣の鎖3はスキップして、その隣の細編みの目に細編みを編みます。はい。あとは同じですね。また、先ほど編んだ目がここにあるんですけど、この本来の目ではなくて一つ手前の目に刺して長編みを3回編みましょう。はい、これを続けていきます。はい、それでは最後の目を編んでいきます。最後、いつも通り、いつも編む目に長編みを3回入れましたら、鎖を1目して、最初に、はい、先ほど編み始めた最後の目ですね。最後の目に長編みを入れて終わっておきます。裏側から見るとこういう感じですが、表側に向けるとこんな感じですね。ちょっと花の形が見えてきてますよね。
続いて4段目で花が完成します。はい、続いて4段目ですね。4段目先ほどと同じですね。先ほどは途中からだったんですけど、続いては始まりから編めるので気楽じゃないかなと思います。では編んでいきましょう。はい、それでは4段目を編んでいきましょう。立ち上がり鎖を一目しましたら裏返して今編んだ同じ目に細編みを入れます。細編みを入れたら鎖を3目して、はい、今頂点にいるのでこの山の谷間に長編み、表引き上げの長編みの4目一度を入れていきましょう。1回スキップ、2回細編みをスキップして、3回真ん中をスキップして、最後の目に4回目を入れます。はい、5本かかってるので一度に引き抜いて鎖を3回鎖3の頂点に細編みを1回鎖3、はい、これを編んでいきますよ。もう簡単ですね。1回、慣れてきたら手が覚えてますので、感覚で編めていけると思います。はい、鎖3目のスペースに細編み、そして鎖3、はい、これを続けていきましょう。はい、これが基本の編み方となります。この4段が1セットとなります。その後はまた1段目から繰り返していきます。 1,2,3,4 と繰り返していきます。で、続いての1段目だけもう一度復習のために編み方を見ておきましょう。はい、それではもう一度確認します。立ち上がりに鎖を1目入れたら元の目に細編みを入れます。細編みを入れたら本来の目の一つ手前の目に長編みを3回入れましょう。そして鎖を3目入れます。隣の目にも細編みを長編みを3回入れます。同じ目ですね。同じ目に何を言ってんの私同じ目に長編みを3回ですね。なので長編み3、鎖3、長編み3を入れたら、ちょっと違うこと、終わり方のね説明をしなきゃと思って考えてたからおかしなことになっちゃった。鎖3のスペースを挟んで細編みに細編みを入れます。これを繰り返していくだけですね。最初と同じですね。はい、はい、こんな感じで編んできましたね。で、終わり方なんですけど、終わり方は偶数段で終わります。今、奇数段、3段目まで編んでます。4段目の終わり方をご紹介したいと思うんですけど、2段目で終わる場合も、4段目で終わる場合も、基本的には同じです。はい、ということで、じゃあ終わり方を一緒に見ていきましょう。はい、それでは最後の段を編んでいきます。今、裏側です。裏側も綺麗に模様が出てますね。はい、では立ち上がりに鎖を1目入れます。今4段目を編んでますよ。鎖を1目したら最初の目に細編みを入れます。で、細編みを入れた後は鎖3目だったと思うんですけど、鎖3目が鎖2目に変わります。もうこれだけですね。
鎖3が鎖2に変わる以外は特に変更はありません。あとは表引き上げの長編み4目1度を入れて、はい、鎖2、細編み、鎖2と編むだけです。鎖3が鎖2になるので、8目が6目に減ります。もうそれだけです。簡単ですね。細編みで補強を入れたい方は細編みで補強を入れていただいて構わないんですけど、その時に注意点としては細編みを入れるとこのように裏側になるということですね。最初が表で細編みを入れているので続いて入れると裏側になるので、その点だけちょっとって感じなんですけど、もし細編みで縁取りしたい場合は最初のこの細編みをなくして、でずっと編んで最後に一周細編みを入れていっても綺麗かもしれないなと思います。はい。という感じでちょっとまた工夫してもらえたらいいかなと思うんですけども、綺麗にこの部分ですね、4枚の花びらが浮かび上がって、はい。こういう感じですね。とても綺麗ですね。で、1段だけで模様を作るんじゃなくて、4段で1つの模様を作っていくので、かなり模様も大きくて、綺麗に編めると思います。ということで、よろしければ皆さんも何か編まれるときに、参考にしてみてください。で、今日はこちら5号の 3.0 ミリで編みましたけど、この糸でしたらもっと太めの5ミリとかで編んだ方が柔らかくなるかなと思います。こちらが同じように5号で編んでるんですけど、全然こう、ちょっとテクスチャーが違うんですよね。厚みが違うというか、もう見た感じでわかりますよね。糸の太さも全然違うので、このぐらいの細めの糸、まあ、レース糸の20番ぐらいだったら、表引き上げなので、少し太めのかぎ針が合います。5号 3.0 ミリ。しっかりとしたものを編まれる、例えばクッションカバーとか、そういうちょっとしっかりゴワゴワしてる方が綺麗なものを編まれる際には、こちらのぐらいのゲージがいいかなと思います。はい。ということで、ちょっとゲージ編んでみられて、編みたい柔らかさ、テクスチャーの感じになるものを探していただいて編んでいかれるといいかなと思います。裏側は裏側でね、割と可愛らしいので、はい、ブランケットとか編まれたらすごく素敵じゃないかなと思うんですけど。夏場のね、ワッフルのような感じで、肌あたりが、こう、分厚さはあるんですけど、肌に当たる部分が少しなので、保温ができて、で、いいかなと思います。少し透かしも入ってるんで、涼しいかなと思います。はい、ということで、よろしければ、ぜひお試しください。それではまた次回お会いしましょう。Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye!